はい、どうもこんにちは、さささです。今回もカービィスーパーデラックスやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちょろっと復習したりなんぞしました。だいぶ春風とともにとかダイナブレードはスラスラ溶けるって言わないか、スタスタと、それも変だな。割とスムーズに行くようになりましたね。洞窟大作戦でだいぶ鍛えられた感じがします。そして、次が、こちら、メタナイトの逆襲ですね。こちら、難しさ4。ベストタイムってことは、スコア性っていうよりも、タイムアタックっていう感じの要素が強いんですかね。僕、メタナイトの逆襲自体が、メタナイト自体がこのゲームで初めて対戦したので、いつ出てきたキャラクターなのか全く知らなかったんですが、ご存じない方は、こちらを、のゲームをやるか、なんか検索してください。僕もよく、わかってません。メタナイトの逆襲。仮面の騎士メタナイトがトップブランド制服に乗り出した。落とせ巨大戦艦ハルバード。いつになくマジな雰囲気。かつてね、ピンチを乗り越えろ。という感じです。こちらは、そうですね。結構僕、このゲームの中では好きなものですね。なんか、カービィらしからぬシリアスな感じですね。あ、最初にオープニング出せばよかったな。ちょっと、オープニング出すために、一旦元に戻します。カット。はい、カットしてきました。こちらですね。リアクター1、出力良好。なんか言ってます。怒りをあげる出す。楽に満ちたプフランド。メタナイト真面目なキャラだな、本当に。というわけで改めてスタートします。カービィがやってきました。まっすぐとこちらに飛んできます。大変大変、どうしよう。こんなところで邪魔されたくないダスだないだえ邪魔されたくないダスよ。メタナイト様、いかがいたしましょう。甲板付近のものは戦闘準備。他のものは離陸に備えよ。あ、カウントダウン始まってますね、もう。結構なペースで始まってない?できるだけ早くゴールしたい。よいしょ。カービィがロケットバルブに侵入。ヘビーロブスターを投入しろ、急げい。この辺は結構曲とかが好きなんですよね。あ、倒す必要は全然なかったんですが。よし、ヘビーロブスターとこの勝負です。カービィを吹き飛ばせと言われています。エンジン点火、今だ、テイクオフ。うわー、はい、いきなり飛ばされました。カービィは海まで飛ばされたようです。ふぅ、やばかったダス。この空中戦艦ハルバードでプランドは制圧されるのだ。まずは小手調べだ。目標、グレープガーデン。グレープガーデンってどこなんでしょう。あう、順調に進んでますね。わあ、なんか
慣れてきたと言いつつあっという間に死にそうな予感がするのは僕だけでしょうか。これは下かな。うお、なんで鳥がいきなりそこにいんだ。本当に死にそう。喋ってる時と喋ってない時だとやっぱりだいぶ違いますね。なんか下はないじゃないか。びっくりした。実況やりながらってやっぱり難しいですね。なんか注意力が喋る方向に向けられてしまうのか。まあいっか。おお、強制スクロール？マジで？怖っ。こっち。よいしょよいしょよいしょ。ああ、なんか結構難しそう。難しさは4なので洞窟大作戦とそんなに変わらないはずなんですが。あー、投げてる場合じゃなーい。危ねえ。死ぬ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 。あー急に速くなった。よし。こいつになっとけ。で、俺は、パラソルな、カービィが完全に一人称が俺になっちゃってます。そんな納期な話じゃないんだけど。リンゴを頼む。なんかここにいるだけでダメージ与えられますね。何もしてないんですけど。そしてもう2体。これなんて名前だったかな、こいつ。はい、あの傘当ててるだけなんです。パラソルする。うわ、無理だったか。カービィが飛んできます。手法準備 OK だぞ。一発いってみてださ。よし、ドカーンといけ。ドカーンとドカーン。カービィ撃退。森に落ちたようです。よし、今度こそ追いつけまい。そうかな。パズルディかわいいな、やっぱり。よし、ヘルパー登場。あ、マイク倒しちゃった。いっか。よいしょ。あ、あれ吸えないんだっけ。ん？おお、なんつー、マキシムトマトを取ったというのに。あれ？でもこの下行けないっぽいよ。ちょっと待った。え？いっか、ワンアップを諦めればいいだけの話かな。
時間も限られるわけだしね。まあ細かいところはやってみてくださいっていう感じです。うわー、これでいけるでしょ。あら、片方だけだった。はい、ハンマー投げちゃった。投げちゃってよかったんだっけ。なんかハンマー使う場所あるんじゃね、こことか、もしかして。あ、やっちまった。ごめんヘルパー、せっかく一緒に戦ってくれてたのに。あ、これ必要ってこと、もしかして。踊らされてるだけ、わかんないけど。よし、あ、なんか使いそうですね。イエーイ。ドア、うーわー、危険だな、おい。あ、あの遠くに見えるのハルバードじゃないですかね。見えました、皆さん。うっすら飛行機みたいな。おーがー、あれ、もしかして必要だった系じゃない。あ、いいか。あ、いいから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 。危な。ちょっとなっといて、これ。うわ、ちゃ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 。で、俺もなっとく。で、ちょっとこっちまず、調べてみよう。あ、これも破裂だけかい。よっ、さて、これはドカンと行くのかな。行かないの。こっちも、何それ、あれ、ダイナブレードじゃん。あれ、動けない。おお、そっか、そうだった。ダイナブレードに乗せてもらってたんですね。ダイナブレードを撃墜しました。でもでも、カービィが甲板に入れ出す。落ち着け、冷静に対処すればいいのだ。物ども出会え、カービィを蹴散らせ。カービィになっちゃった。わーっとー、それは危険。ダイナブレード味方になってくれてたんですね。カービィには一応恩があるということなんでしょうか。さて、ヘルパー相手大丈夫かな。わあ、嘘。情けないやられ方したな。下手になんかやらない方が良さそうだな。だけどここは必要だな。ウニのダメージが、やっぱり集中すると黙っちゃいますね。そこまでがカービィ、メタナイツの力を思い知るがいい。ファイト。あ、いた、頼むよ。あ、3体か。やべ、カービィもう死にそうじゃないか。いっけー、行け、よし、頼む。カービィはちょっと すっぴんでいく。カービィが甲板に出ようとしてるですね。それではそばにある手法の前にご案内しろ。ということは手法とのバトルということですね。おお、
エレベーター降りてきた。よし、どこ行くの。うわ、はい、一丁上がり。おお、ここは何だったっけな。あー、ブレードか。よし、スープレックスゲット。この体力でスープレックスもまたきつい気がするけど。ああ、ああ、壊れないか。とりあえずなといって、見つけられたか。なんだすかここは。なんか宝物庫、宝物庫っていうのかな。よし、無敵だ。カービィは現在2連手法に近づきつつあります。これで真っ黒焦げだな。ガハハ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 ハ。こいつ覚えてないな。お、ナイス、グッジョブだよ、グッジョブ。あー、危ないよ。よし、あー、よし、捕まるよ。うわ、痛そう。おいおいおい、なんかすごいとこ向いてるぞ。よし、手法やった。これもう一気に進めちゃおうかな。手法がバラバラ出す、使い物にならないですよ。危ねえ、なんだとそんなバカな。カービィは現在左ウィングに向かっています。うぅ、突進してこないで。ああ、なんという正確な狙い目、狙い目、正確な何、的中率違うな。うわ、失敗した。なんかさっきからミスってんな。風が強い。さすが左ウィングの方に向かってるだけのことはある。やっぱり甲板は風強いよね。これ下から行く。うわ、ちょいちょい、あった。ちょっと狙いが正確すぎるんですけど。あぶねえ、なになになに、誰誰、あ、アイスのおっさんだ。あった、うわ、そんな。おお、ナイス。あ、全然ナイスじゃない今の。まあいいや、ありがとう。よっしゃー、左ウィングボロボロだぜ。
左ウィング大破、被害面積約 74%、 ゲゲ、左右のバランスを崩しまくってる。出す、セール収縮、右ウィングの浮力を下げろ。メタナイト目つきが怖いな。カービィがダクトを進んでいます。何をする気だ。道に迷ったの。待てよ、いいこと思いついた。ふふふ、なんか嫌な予感がするんですが。あ、これ上あるじゃん、なんか。あ、強制スクロールになった、急に。ビビった。あ、ここがラストだな。武器貯蔵庫に入られたか。よりどり緑出すな。あ、かき消された。いや、マイクはいいんで、別に。これになっといてもらおうかな。なっといて。で、俺はいいや、すっぴんで。すっぴんって言わないか。準備はいいな。本当にやるんですか。プン、きっと後悔するだす。やかましい、奴を倒すのは今しかあるまい。二度目の正直、ヘビーロブスター発進。うわー、あいつかい。なんか持っときゃよかった。うひゃひゃひゃ、潰せ潰せ。読むのが怖い。あー、我らの戦艦が壊れていく。細かいことは気にするな、ガンガン行け。いいのか、艦長だろ、あんた多分。あ、よっしゃ。あ、でもこれ上がってくる系じゃない。ちょっと、おお、やっぱりこっちから来た。あやや、プッ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 プ、出せや。あちゃー、吸い込めないものだった。うわー、なんで。ひどい。今度こそ、よっしゃ、ペイントだ。おっしゃー、塗ったくってあるで。あー、ヘビーロブスターの目玉が潰されました。何、ペイント能力だと。ダメだす、右も左もわからないだす、わかんないみたいだす。おのれおのれ、悔しい。画面内に戻ってきてね。よし、よし。さて次です。この曲いいな。ヘビーロブスターの爆発で右ウィングが壊れただす。ふーふーだ、左右が壊れてちょうどいいわい。カービィは外壁を伝って戦艦底部に向かうようです。戦艦の下に向かえばいいわけですね。おっとーつ、お、そうだ。いやいや、カービィがレーダーから消えた。だす、見失った中探せ。雲の中に紛れたようだな、そのうち出てくるだろう。これはいちいち読むのがいいのかな。読まなくていいか。いや、読んどこう。よっしゃ、無敵。あ、カービィは戦艦底部を進行中。手薄なところだな。しかし風が強い、寒い、高い、怖いだす。お前ら、
あいたー。何もなかった。なんかありそうだったけど。お、スプレックスももらっとこうかな。よっしゃ。で、何？今度は？あそこを、ここを開けた後に。よし、通れた。あ、痛いです。エレベーターに潰されるよ。よし、下まで降りるよ。わあ。じゃあ。よし、これで下まで行って、いいのかな？お、ヨーヨーになる？なんない？なっといた方がいいよ、きっと。あ、スープレックスじゃ無理だ。あ、ほら。まあいいや、俺が戻ればいいだけの話だ。スープレックス頼りになるからな。ここで俺がヨーヨーになっといて、いくよ、バグジー。おっしゃ、ナイスせんべい。ナイスせんべいって言わないか。おお、ナイスバグ、あっ、バグジーナイスですよ。わあ、わしのへそくりトマトとワンアップが。おのれ、そんなものを溜め込んでいたのか、バカ者。おいしそう。へそくりトマトはわかるけど、ワンアップあいつに必要なのか。よし、行くぞ。あっち。カービィがリアクターに向かっています。動力がなくなったら今度こそアウトだすよ。案ずるな、リアクターはカービィのどんな攻撃も受け付けまい。反射レーザーがリアクターに当たらなければ無敵だね。し、余計なことを言うな。というわけで反射レーザーをリアクターに当てなければいけないので、ちょっとヘルパーさん、狙われるヘルパーさんは、一休みしといてもらいましょう。あれですね。あちゃ、早くあの手法でね、大砲をなんとかしたい。ほい、よし。わあ、なんかいっぱい来た。あちゃ、ガードちゃんとしないと。動力はウィリーですね。これいけるかな。いけた。あと1回かな。おお、あ、これ無理でしょ。っていうか、これで決めたい。よし、動力であるウィリーたちが逃げ出して、逃げていくだす。えい、何をやっておるのだ。ああ、もう大変なこと、ボロボロじゃん。各部の機能が低下しています。第3第5エンジン停止。もうボロボロだす。すぐに落ちるだすよ。ガク、だがやぐもうえんまい。クルー全員に
地球本館より脱出せよ。あへえ、この間はもうダメだ、わしゃ逃げる。あ、強制スクロールだ。忍者。忍者になっといて。じゃあわしは逃げます。悪く思わんでください。さあ次はお前たちが逃げる番だ。いえ、最後までお付き合いさせていただきます。カービィをギャフンと言わせて、それからみんなで逃げる出す。死に損ないだもんね。勝手にすればいい。すまない。わあ、超信頼されてんなあ、メタナイト。あ、マキシモトーマとこっちにもあんのか。だけどいいや。よし、ギャフンと言わしに来るやつらが来るというわけですね。わかります。わあ、3人。待て、カービィ、こっから先には通さないだすよ。仕事してー、仕事して。よっしゃ、メタナイト様、あとはお願いします。ダメなわしらをお先に失礼出す。はい、マキシモトマトはいっか、なんとかなるだろう。あ、あった。なんとかなった。で、忍者で行くか。これが最後だ、カービィ。いざ勝負。ドキ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 。ワドルディは残ってんのか。やっていい。わあ、わ、やべ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 、強い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 。ああ、やられた。おい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 、マジかい。カッターのヘルパーを出しておけばいいんじゃないか。というわけでもないのかな。わあ、お、いい感じ。よし、やった。さっきのが嘘のように。や、よっしゃー、さあ脱出。カウントダウンがやばい。逃さんぞ。さて、あとはメタナイトから逃げるだけ。どこだっけ、あと、なんか、4箇所ぐらいあったような気がすんな。あった。ここかな？ふぅ。よし。意外と早く終わったな。洞窟大作戦が、時間かかった分。なあ、しっかりメタナイト逃げましたね、今。渋い。なんかルパン三世っぽいんですけど。
ああ、まだなってない能力あるかな。結構ほとんど制覇したかな。うん、なったよね。ジェットもなったし、てか洞窟大作戦でほとんど使わなきゃいけなかったんじゃないかな。いや、思ったより早く終わりましたね。下フロールだったと思ったら全然違ったし、うん、そんなに使ってないやつはいくつかありそうですけど、ほとんど、あ、コピーなんて使ったことほとんどないな。パラソルアドルディ、あ、ほぼ制覇してますね。はい、というわけでメタナイトの逆襲クリアですね。そして次、銀河に願いをやっていきたいと思います。それでは今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼します。